皆さん、こんばんは。ボカムラみっちゃんねる始まるよ。おっしゃい。久しぶりすぎて自分の番組の名前を忘れるっていう、はい、というわけで、始まりました。今日はゲストで菊川バル実行委員山本博さんがいらっしゃっております。ありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。今日菊川でバルをやるっちゅうことでですね、はい、これの宣伝に、はい、宣伝に来させてもらいました。いらしました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずちょっとスポンサー様を紹介させていただいて、はい、お話の入っていきたいと思います。はい、掛川 TV は人と人が出会い笑顔になれる場所づくりをテーマに情報発信の場を提供しております。そんな掛川 TV を支えてくれる大切なバナースポンサー様のご紹介です。森の石松と紅葉名刹遠州森町大道院様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。よもぎ蒸しとマッサージ生理痛改善サロンカウピリ、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽ドリームボード講師坪井美希様、ありがとうございます。ありがとうございます。もっと楽しくもっと自分らしく笑顔の家づくりウィングホーム株式会社様、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。亀屋鍼灸師のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズお寺でベビーダンス皆川ゆっこ様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物日本ハーバリウム協会認定後アトリエシャルマン、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。ありがとうございます。また YouTube チャンネルの登録、 Facebook ページのいいね、インスタの友達登録などお願いいたします。地域参加型テレビを目指していますので、興味のある方、情報発信をしたい方はぜひスタジオまで遊びに来てください。というわけで改めまして、はい、山本さんです。どうもこんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。ご無沙汰してます。元気ですか？あ、元気してます。元気しかないです。元気しかないんですよ、はい、山本さんちょっと緊張してます。そう、だいぶですね。ちょっと緊張しますよね。打ち合わせがあるって言ったけど、ただ普通に喋ってただけだから。いやいや、もうバッチリ打ち合わせしてます。はい、今日はですね、まあ、改めて菊川でバルをやっちゃおうって。みんな菊川ってなかなか知らない、はい、ね、何と思うってわからない。駅はね、すごい新しく、僕駅知ってる、高校菊川なんですよ。あ、キリンが、あ、キリニン公園ってなんですけど、だいぶ間に合う。みんな適当なこと言ってる。どんどん適当なこと言ってるんで、どんどん言っていかないと。駅のすぐ前のね、駐車場安いです。あ、そう。あ、ご使用になったのか。ええ、そう、人はいない。人はなぜかマンションみたいな。ああ、まあそこだけは。そう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 。すぐ近くにマンションも結構。ああ、あって、そう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 。聞くわ、あの宣伝も。はい、宣伝じゃない。駅前はね、あれなんですよ。昔に比べて、開発して結構綺麗になりましたよね。そう、綺麗になっちゃって、綺麗になりすぎちゃって、誰もない、いない。駅前に集まってるんですか？聞いてください、どうぞ。集まってないんですよ。分散してるんで、はい、ちょっと今あの新しい僕らと同じ世代の人たちが頑張ってお店をいくつか建てたんで、まあ、この機会に菊川に飲み行こうっていう人をちょっとあの増やしていきたいなっていうイベントがこの菊川バルなんですよ。はい、すごいね。そう、菊川の人もみんな掛川に飲みちゃうんで、うん、菊川で飲んでくださいと。掛川 TV ですけど、菊川にも来てくれ。そんな関係ない、来て。そういう形です。はい、まあ、そもそもね、まずね、みんなね、多分バルをねよく聞くけど知らんんですよね。はい、知らん、ほら、知りたい顔してる。知ってる、知ってる。本当に、ええ、名前聞いたことあるだけじゃないでしょ。本当に、はい、じゃあ、まあ、そもそもバル
はい、バルとは、うんうん、語源は基本的にスペインの、まあ、酒場のが語源なんですよ。スペインは一品一杯ですね、それぞれにワインが置いてあるお店があって、その酒場ごとのワインを一杯飲んで一品食べて、じゃあ次行こう次行こうみたいな習慣があって、それをまあ、日本風にアレンジして、日本でも一品一杯飲んで次飲み行こう次飲み行こうみたいな形をバルって、スペインってそういうあれなんですね。そうですね、もうじゃあちょっと日本の居酒屋っていう乾杯してちょっとグダグダしやっていく感じではないなくて、本当にどん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 飲み回っていく文化があるんですよ、ね、なんでスペインは、うんうん、テーブルワインとかってとかあるんですけど、はい、そのお店ごとに、うんうん、ワインを置いてるんですよ。違う、だからお店ごとに違ういろんなワインの味があるんですよ。ああ、なるほど。それで貯蔵してて、樽が入ってて、でそうか、樽だから動かせないんだ。動かせないから、もうそのあなるほど、ね、そのお店のワインがあるから、うん、そのお店のワインを、うんうん今ワインの話してるんで、ちょっと聞く側が、聞く側が好きなんですね。あ、そうか、だから日本だと例えばこう日本酒っていう感じでこう、ボンってあって何でも置いてあるけど、向こうはそれ1本しか置いてなかったりするんで、置けないんだね。そう、もう自分のお店の味ですって、それが看板商品になるんで、そのワインの味が。あ、そうかそうか、踏んでもなんかこう一杯飲んで、そう、ちょっとペロッとやって、次に行くっていう。そうそう、はい、あ、スペインスペインです。スペインで酒好きなんですか。酒大好きですね、ワインが好き。ワインも好きですし、シェリーも好きですしね。ああ、なるほどなるほど、そういったものが、そういう感じのことを、そうですね、聞く側でやる、はい、あ、じゃあ何店舗かがこう、そうですね、みんな、そう、22店舗、はい、聞く側ってそんなあるんですかもうね、ちょっと無理やり入れて、うんうん、喫茶店もあります。喫茶も、あの辺は喫茶も。選び喫茶でも飲めるってこと？喫茶でも、そこのお店はなんかウイスキー置いてある喫茶店だったりもするんで、まあ、飲めるっちゃ飲めるですけど、まあ、何を出してくれるかはちょっとお楽しみ。喫茶でも飲めるんだ。喫茶でも飲めますね。あ、はい。いや、知ってますよ、そんな高いものは出せないですよ。そんな値段が、値段もでもあれですよ、結構ちょっとさっき軽く聞いたんですけど、いくらぐらいで、そう、前売り券だったら3000円で4店舗回れます、うん、なんで1つ1000円以下、はい、で、一品一杯ついてくるんで、まあ、かなりお得かなと思います、でその一品も、うん、なんかちょろっと一品なんですけど、そのお店の PR できるような、うん、お食事がついてくるんで、まあ、いろんなお店行って、いろんな個性あるお店をちょっと体感していただければいいかなと思います。僕も、なんですか、クラフトビールを今年から始めて、クラフトビールと、クラフトビール、まあ、クラフトビールっていうのは、まあ、職人が作った、名前出して、そう、はい、うちで大丈夫、大丈夫、出していいです。じゃあまず自分のお店の紹介とか。あ、そうですね、自分そうせっかくこうバルを背負ってきてるのが一番得しなきゃ。そうですね、はい、菊川の駅前で、畑バーうちっちと言いまして、畑バーうちっちっていう、はい、うちっちっていうお店をやってまして、うん、そこのとこではたくさんのお酒ですね、ボトルでいうと100種類ぐらいあるお酒と有機野菜なんですけど、これは契約農家さんと契約したお野菜しか扱って、有機野菜を扱ってます。そのお料理を、まあ、合わせて食べて飲んでいただければ、楽しい時間が過ごせるんじゃないかなというお店です。野菜美味しいもんね。野菜美味しいです。野菜美味しいです。僕こんな顔してますけど野菜が好きで、好きそうな顔してる。なんか肉食べてないから背細っちゃってるみたいな。ちょっとね、ちょっと痩せてるんですよ。それはまあ日々のね、鍛錬のおかげなんです。野菜食いにね、あれだもん、バーニャカウダとか、ある程度無理くそ何でも聞くんで、ね。あ、聞きます。僕一人でやってるんで、できるものがあれば頑張ってね、はい、作らせてもらう、はい。じゃあうちっちさんはクラフトビール とあとうちっちピザっていう畑地ピザってあるんですけど、ね、うん、そのピザを普通だったら結構これぐらいの大きさのピザなんですけど、その日に限っては一人で食べれるぐらいのこれぐらいの大きさのピザを作るんで、まあ、ちょっと、まあ、ピザとクラフトビールっていうのをね、楽しんでいただければなと。それで700、あれです、4分けなんで750円ですよ。ああ、1つ3000円の前売り券を4で分けて750円なんで、それは
それはお得よね、クラフトビール飲めてピザ食べて750円です、うん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 、今これね、はい、ハゲアティブコメントが入る仕組みになってる。あ、そうなんですか、はい、ちょっと読みますね、はい、まず坪井美希さん、お、同級生です。同級生は菊川いいところですよ。あ、すいません、ね、はい、すいません、ちょっとジスっちゃいましたね。俺もね。もう僕も菊川大好きなんですよ、はい、鈴木千佳さん、真面目にやってるね。あ、そうやってますよ。あ、こう、ね、やってますよ、真面目に。で、ひろしくん、見てるよ、ファイト。あ、ありがとうございます。聞く側から熱いメッセージがね、届いております。え、他の実行員たちは見てないのかな。あ、実行員たちはね、多分みんな仕事をしてます、うん、忙しいですよ、今稼ぎ時なんでね。そう、稼ぎ時、後でね、ちゃんと実行員たちも見とくようにお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、そうかそうか。で、それで、そういう形で23店舗ですね、23店舗が出て、はいはい、結構、なんですか、なんか駅前にはないんで。駅前は、うん、そうですね、歩いて1分以内だったら、うん、多分10店舗ぐらいあります。 あるんですね。で、結構あの歩いて、そうですね、15分ぐらいまでのところまで、うんうんうん、あのエリアにしてまして、うんうんうん、でそこら辺まで行くと、まあ、全部23店舗ぐらいになります。で、あの、まあ、結構ね、距離があるんで、うん、あのこっち行ってこっち行って、酔い覚ましをしながら、そうそう、酔い覚ましみたいな、行けばちょうどいいかなと思います。菊川の駅前はね、うん、歩きやすい、歩きやすいです、ね、あの新しくなったんでね、はい、あ、すげえ、なんかいっぱい来ましたよ。こんにちは。どうも、今お酒の話してます。あ、そうですね、大人の時間です。今お酒の話してますからね、こんな感じ。そうか、なんかこう、バルとかって聞くんですけど、なんかこう菊川ならではというか、なんかそういうのとかっていうのは、菊川は、うん、あの本当に小さなお店がたくさんあるんで、すごく個性的なお店が多いんですよ。多そう。多いです。あとね、キャラの濃いおばちゃんとか、そっち推し、うん、そう、はい、とか、ね、たくさんいらっしゃいます。なんで、あの、なんですか、クールにかっこよくっていうよりは、あ、田舎の居酒屋ってこんな感じかなっていうのを楽しんでもらえれば、ね、もう本当に人情だったり温かみとかは、もう抜群にあるんで、そうだ ね、 ね、あ、そういうのを感じていただければ、ね、ついこうなんかバルとか、そうイベントに行くとかそういう話になると、こう、いや、どんなお酒があるのとか、まあ、ご飯もそれもちろん美味しきゃ、美味しい方がいいとは思うんですけど、やっぱ人も大事だね。そう、人大事です、あ、でもそれ言った人はあんまりいなかったな今まで。あ、そうですか、うん、いないいない。あ、そうか、まあ、ここに集まる人はね、みんな個性が豊かです。それは俺が一番普通だなと思ってるけど。なんその顔怖いから。久しぶり。まあ、こんな、これ参加型なんで、ね、参加型なんで、ちっちゃい子たちも来るんですよ。あ、素晴らしいですね。さすがにバルにはちょっと来れないですね。さすがにそうですね、お酒が飲めないんで、二十歳以上でお願いします。菊川、はい、そう、二十歳、あ、そうだね、二十歳以上、ね、はい、もうでもすぐだね。もうすぐ、あともう1ヶ月切ったんで、皆さん、まだか、まだ1ヶ月あるんか。あ、でも8月じゃないですか、はい、だいぶこの頃になったらもう涼しかったり、そう、涼しかったりするんで、歩くのもそんなに、ね、あの夜なんで辛くないかなと思いますから、ちょっとね、あの、スズムシたくさんいるんで、スズムシの音を聞きながら、あの、菊川を歩いていただければなと思います。そうだね。あ、でも、ね、そうだね、あの、僕高校がそれこそさっきも言ったみたいに、東海菊川、そうね、東海個人情報だからね、東海で、ね、もう空手やってたんですけど、まあそこはね、歩いたもん ね、 ね、あ、坂も多いし、坂も多いし、菊、ね、まあバルも大事なんですけど、菊川自体ってなんかこう、どう、思い入れというか、うん、もうお店やってるじゃないですか。あ、そう、お店やってる。何年やってるんですか。もうお店7年やってますね。あ、でもまだ7年だね。7年です。年まだ新参者ですけど、どんな思い出、思い出ですか。菊川は本当に、入るまではちょっとハードルが高いけど、入るともうすごく居心地がいいような町ですね。で、もう本当にお祭りとかに熱くて、大概地元の人たちが集まるとお祭りの話とか、
をして、うんうん、でお前はどこの町だみたいな話とかやる。あ、菊川と祭りあるね。あるあるですあるです。あるね。はい、ある出てる？出てます。あ、出てるんだね。お酒でたくさん飲んで、ベロベロになって帰ってきます、ね。楽しそうだね。はい、楽しくやってます。そんな感じなんだね。はい、そうです。じゃああれ的これもやっぱまあそういう。そうですね。うんうん、あのそういう、うんうん、何。人懐っこいって人当たりがいい人が多いんで、まあ、そういうところもちょっと楽しんでいただければなと。あと本当に何て言うんですかね、お店自体も何ていうか今回のスナックとかも入ってるんですよ。普通はスナックとか入れないんですけどスナックでも飲めるの？飲めるんです。はい、スナックで。なるほどね。パブスクレーブさんとかカモンさんとかスナックなんですよ。さあ、そう、それで一品一杯 で、ええ、で何が出てくるかまだちょっと未定な部分があるんですけど、あのママとデュエットとかも一品に入れちゃおうっていうような感じでやってるんで、ね、まだこう練ってるところで、そうそうそう、ちょっとねまだね話がまだね、あの急すぎたなところでまだ、ね、なかなか。そうだね、そう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 、初めてですもんね。そう、初めてなんで何をやっていいかが分かってないんですよね。なんで僕らがちょっと、はい、あれですよね、人を呼びそうな顔してますよね。あ、そうですか。ありがとうございます。イケメンなんで、あの商売顔してますよね。商売顔しそうな顔してる。商売顔してる。そのポスターの顔ですごいなんか行きたい感じがすごい、あ、そうですか、ありがとうございます。商売顔ってあるなんかあれ、ニースを見れる感じですか。なんか見てくれるんですか。見てくれるんですか。もう痩せこけてないからそうだね、まあ、ヒロ君自体酒好きだもんね。そう、大好きなんで、ええ、もう今日もねこの後飲む感じですお店でしょ。お、今日はお休みなんです。お休みなんで、なるほど、はい、あ、じゃあ実行員たちのとこに、実行員たちのところに、まあ、報告行って、ね、あ、じゃあこれも見てもらって、ね、見てもらって、ええ、で今ね、菊川は本当に若い経営者と、うん、あのまあ、昔からの経営者とちょうど今合いの子でいるんで、本当にその老舗ならではの味わいと、うん、まあ、新しく店舗ができたその新しいフレッシュな感じのお店っていうのが半分半分ぐらいあるんで、それもね楽しんでもらえればなと思います。やっぱ、うんうん、老舗には老舗、酒だけじゃなくて、そうそう、文化、文化です。お前のお店のね文化っていうんですか、そういうものも感じていただけたら、多分菊川のバルっていうのはすごく楽しいものじゃないかなと思います。今までは本当に物の目の前の食べ物と料理を追っていった感じでしょうけど、ちょっと今回は、そこをね追っていくんですけど、まあ、ちょっと視野を広げて、あの店の作りだったりとか、その何ですかね、あの人は、マスターの人の柄だったりとかっていうのをちょっと見てもらえれば面白いです。はい、どうぞ、質問が、はい、どうぞ。車には乗れないですよね、飲んじゃったら。あ、飲んだら乗っちゃダメです。飲んだら乗っちゃダメですよ。一応タクシーもありますけど、タクシーは実費でお願いします。うん、タクシーは実費で。でもそこまでタクシーに乗るほど遠くはないです。まあ、歩いて行ける距離、ね。歩いて行ける距離に一応限定はしたんで。スタンプラリーやると多いよね。ね、いいよね。ああ、そうですね。これで。あ、でもだいぶ。あ、でも。これにね、これにスタンプラリーの案も入るかもしれない、ね、ということ。なるほどね。で、今回あのなんですか、4店舗こういうふうなチケットを、うん、あの、はい、あるんですよ。ありますよ。ありまして、うん、でこのチケットを1枚ずつ使っていくんですけど、うん、ちょっとね、あの例えば遅くに来ちゃって使い切れなかったよっていう人のために、うん、後バルっていうのを用意してます。後バルっていうのは、あの、菊川にある有名なお菓子屋さんでこのチケット1枚渡すと、あのお菓子がもらえる。優しいね。優しい、優しい、成功するお菓子かしない。そうですね、イベントだね、はい、ちゃんと そこまで考えて、そう、あの有名な葛茶入り、有名な桜屋さんとか、あとかりんとうまんじゅうで有名なちょっと大竹屋さんっていうね、ちょっと菊川を代表するようなお菓子屋さんも協力していただいてるんで、まあ、ぜひともちょっとそちらにも行っていただけたらなと思います。欲しい人はどこで買えばいいんですか。欲しい人それを言い忘れたね。そうですね、そろそろ時間だなと思って見てて、大事なあの場所はですね、あの菊川の観光協会っていうのが商工会議所の内にありますんで、そちらの方へ電話でも行っていただいてもいいので、あの
協会、はい、っていうのがお店とかに、あ、お店とかでももちろん販売してます。なんか書いてありますよね。そうそうそう、あの、はい、このポスターに、ポスターの下の方にですけど、参加店さんでもあの直接購入できますので、そちらに行ってくれても結構です。まあ、昼間、はい、昼間ねしか行けないよっていう方は商工会の方に行ってくれれば、あの、購入できますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。最後、まあ、コメントが実はめちゃめちゃ聞いてて、お得です。あ、杉近さん。お得ですね。お得ですね。行きたい。はい、そうですね、はい。安いです。安いです。安いですよね。坪井さん、お酒何も飲めないけど楽しそうで行きたくなってきました。あ、ぜひ。飲めないのに。ノンアルコールも用意してくれてるところもあると思いますので。なるほどね。はい、じゃあ夫婦で。夫婦で来てください。あ、遠藤さん、アットホームな居酒屋大好き。まあ、そうですね。ええ、お酒と食べ物だも、もちろんだけど、もちろんですけど、ええ、人も温かくていい、はい、少しへんてこな人が少しへんてこな人がねいるかもしれない、いるかもしれない。ありがとうございます。ですよ、まあ、僕と同じぐらいイケメンですけどね。イケメンですけど、はい、よ。はい、というわけでね、今日は、まあ、なんかあと、まあ、もうちょいやりますけど、なんかこう、まあ、もう思いっきり、あれは伝えましたもんね。あ、そうですね。だいぶね、うん、あ、だいぶ喋れましたよね。今日は喋りました。今日は喋れました。喋りやすかったでしょ。喋りやすかったですね。お店の営業時間とかね。あ、そうですね。まあ、うちっちの説明もしてもらいたいな。そうですね。あの、はい、僕のお店は、菊川駅歩いて1分のところにあります。近くに赤レンガ倉庫、ね、はい、赤レンガ倉庫と、あの、郵便局があるんですけど、その間にありまして、ちょっと隠れてるんで、みんな探してみてください。昨日のお客さんも、あの、場所が、ちょっとね、ぶっちゃけ分かりにくい。分かりにくい。ぶっちゃけ。あの、僕の店の周りは2週か3週ぐらい回って見つけてくれたんで、あの、ちょっとウォーリーを探せじゃないですけど、うちっちを探せみたいな感じで来ていただけるといいかなと。知らない人は分かんないよね。分かんないです。確かに。そういうところにありまして。久しぶりに行くって言ったら、ちょっと分かんないかもしれない。分かんない。5時から、あの、夜の12時まで営業をやってます。ね、で12時以降もあの、なんだかんだでダラダラやってますので、僕が眠くならなければ、はい、ずっとやってます。確かに、はい。最近眠くなるのが3時ぐらい、夜中の3時ぐらいなので、それぐらいまで、頑張ります。3時まで頑張ってんの？頑張ります。頑張るね。体調もね、気をつけて、はい、行ってくださいね。はい。はい、というわけで、今日は、菊川バルの宣伝にいらしました、はい、菊川バル実行員の山本博さんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでですね、まだですよ、この次の番組もね、宣伝をさせていただきます、はい、目と耳と心の癒しタイム、ゲストはメナードサリーアンジュ三島大光店店長武田沙織さんです。どうですか、打ち合わせは終わりましたか？してないんですね、はい、どんな話するか知らないですけどね、すごい綺麗な方があってね、はい、今から喋ってもらいますんで、引き続きね、19時から、やってもらいます。では、岡村